さて、それではポケモンスリープ、こちらマスター5リサーチ画面、御三家第三進化登場、ランク帯チーム編成ということで、ギリギリマスター5まで来れたので、マスター5のリサーチ画面ですね、どんなポケモンが登場しているか、それからそのポケモンたちの能力、そして、その後チーム編成についても載せているので、見ていただけたらと思います。さあ、それではマスター5のリサーチ画面は今回初めてです。赤色がない。あ、赤色ある。マスター5からリザードンとか御三家がの第三進化になるのかな、登場するんですよ。まあでも赤色って写真の星4かな。おー、なるほど。まあ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 。ちなみに、おなじみのメンバーやね。マスター号の漢字はないか。わー、ないですね。ちなみに星4かな、ここにいるということは。おー、モココですね。でかなってる。いやー、もうマスター号これ以上、日曜日の夜なのでこれが最後かな。でも今右上見ていただくと、これだけもらえるんですよね。まだモココだけで夢のかけら1958で、リサーチポイントが1270と。で、あと、ぼーっとね、星に。寝てるんや、これ。ちょっとまとめていけるかな？いやー、おなじみのメンバーやったなー。あ、ピカチュウも星2か。ガーディー欲しいけど。まあもう、そうやね。あ、ガーディーもう一個出てる。これは何に？お座りね。欲しいけど、もうないんで。サブレが厳しいかな。誰が選ばれんねやろ。誰かチャンス状態になるかな。あー、そこは別に興味なかった。そこは興味なかった。そうなんす。しかもあと2個で取れるのにチャンスになってる。モココ、ピカチュウ。あ、2個や。ガーディー、チャレンジしようかな。さあ、今日の1枚はお腹の上ねですね。これいいな。作ろうかな。星4だと飴10個もらえるんですね。ピカチュウとヤドンの差は何やろ。なんでピカチュウは6なんやろ。ソーナースも6ですね。同じ星にでも6と5がある。新しく見つけたやつが5ですね。2回目が6。さあ、ランク18、ポケサブレオは1個。あ、でもすごい上がる。やっぱ寝た方がいいね。長時間寝るとこんな違うんや。まあでも2回に分けてたら結局そんな変わらないのかな。合算して見てないですからね。さあ、ガーディに引き期待したいところ。とんでもない金とか積んでないかな。エナジーの方がまあまあ、でもガーディがね、発動しなかったんですよね、スキル。待った、あ、来た、これや。
チルットの手伝いを頑張った。チルットはやだな。ピカチュウの分をやってほしかった。あ、でもチルットの金徳ですね。お手伝いサポートによって。チルット働くねんな。あ、これがガーディの分か。こっちに飛んでくるんか。なるほど。なるほど。さっきだから足元に出てたわ。ガーディの働いた分で、スキルは今、チルットの側に発動したっていうことかな。木の実取ってくるって言いますもんね。さあ、それでは今回獲得したポケモンを見ていきたいと思います。まずはレベル8、ソーナンス、第2進化ですね。お手伝い時間、まあ、第2進化なんで1時間切ってはいるんですけど、早いとは言えないところかな。で、元気エール、あ、ランダムで他のポケモンを元気回復する14ですね。で、スキルレベルアップ S がついているので、レベルが12になれば、この元気エールがレベル2になってくると。で、お手伝いスピード、お、すごい。お手伝いスピード S、M、で、お手伝いボーナスもついているので、このソーナンスをレベル、75まで持っていけたら、サポートで味方の体力を回復してくれるし、そしてお手伝い、ボーナスでお手伝いサポートもしてくれると。で、まあ、メインスキルダウンは別にいいですね。食材、お手伝い確率アップ。食材か。食材タイプにも見え、スキルタイプかな？スキルタイプですね。スキルタイプなのに、性格がメインスキル派生率ダウンという。いや、でも、そうやな。まあ、そんなに、微妙ですね。この能力で、木の実タイプとか、食材タイプであればよかったんですけど、スキルということで、ちょっと微妙かな。さあ、そしてこちら、無理して2匹取ったガーディ1匹目です。スキルタイプですね。できるだけスキルをサポートするようなスキルが、サポートするようなサブスキルがあるといいですね。お手伝いスピード S で働くようになる。で、スキル確率アップ S。最大所持数アップ。食材確率アップ EXP、まあ、睡眠 EXP ボーナスですね。これも欲しいけどレベル100は現実的じゃないですね。で、まあ、経験値獲得アップなので、まあ、レベルが上がりやすいちょっと働くガーディっていう感じですかね。サポートとしてはそんなに強くないかな。スキル優先ではないですね。さあ、こちら同じく、ん？あ、性別か。ガーディ、今回捕まえたポケモンですが、お、スキル確率アップ M がついてる。スキル発生率ですね。が上がるということで、お手伝いサポートが動きやすい。これ大きいですね。で、食材、最大所持数、スキル確率、お手伝いスピード S。まあ、例えばこのガーディにお手伝いスピード、お手伝いサポートの金徳とかついてたら、めちゃくちゃ強かったんですけど、まあ、スキル盛りとしておくなら、スキル確率アップがついてるので、なくはないかな。レベル10にして、置いておくのもありか。あ、しかもメインスキル発生率アップやから、スキル確率が相当いいですね。スキルが発生しやすい。ただまあ、金とこ欲しかったけど、そこまで言うと贅沢なんかな。でも食材確率とか最大所持数は全然いいんですけどね。いや、でも優秀かもしれない。さあ、ということで今回は、マスター5まで進むことができました。で、今日曜日の夕方なんですけども、マスター6が食材、今お昼ご飯やからお昼ご飯食べさせて、そして夜ご飯食べさせてギリギリまで、みんなに働いてもらったらマスター6の可能性っていうのが出てくるんですけども、もう日曜日なので食材温存でもう特に6を目指さなくてもいいかな。どっちでもいいといえばどっちでもいいんですけど、来週はもう徹底的に食材を何も使わないというのを試してみたいので、もう今週最後目指してみるのもありっちゃありなんですが、まあまあ温存でいこうかなと思います。ということでばっかりですけど、マスター5になったので、これになった時のチーム編成等を紹介させていただきたいと思います。
で編成なんですけど、この SP 特化っていうのをまずこれ、まあ、タイトルだけですけどね、作ってて、まあ、たくさん木の実を取ってくるとか SP が高いポケモンをここに置いてます。基本僕はもうこの1個だけで回してる状態ですね。このポケモンたちが弱ってきたらもう眠るっていう感じかな。で、今回で言うとピカチュウの、木の実ですねが強いので、この木の実をどんどん取ってくるっていうのと、最後マスター号に乗せれるかどうか微妙だったので、ガーディでこのピカチュウの能力をより木の実取ってきてくれないかなということではめたんですけど、これはちょっと失敗でしたね。さっきの結果を見るとガーディがあんまり働いてくれてなかったので。そしてチルットは、これ能力ここで見れたらいいのにな。見れないんですね。あ、見れたわ。長押しで見れるんですね。チルット、こちらが金徳、前回動画でもさせたんですが、お手伝いボーナス、チーム全員のお手伝い時間が 5% 短くなるというのを持っているので、これで、ピカチュウが木の実を取ってくると。さっきちょっと映像あったんですけど、めちゃくちゃ木の実取ってきてたと思います。これがチルットの能力、まあ、チルットの能力じゃないですね、すいません、サブスキルの能力ですね。チルット自体は元気チャージで自分が元気になるというスキルなので、あまりそうですね、効果はないかなと思ってます。なんとなくですけど、木の実よく取ってくるなっていう、1時間15分なんですけどね、印象だけです。これがまあ今回の1週間回したスタメン、ほぼほぼずっとピカチュウだけにしてたんですけど、最後にチルットとガーディをはめたんですが、一応ねピカチュウが4体いるのかな、レベル10のピカチュウが、レベル15円のピカチュウがいるので、この能力を順番に見ていくと、得意なもの木の実になってます。で、木の実を、2つ取ってくると。で、お手伝い時間が36分ですね。すごいですよね、この時間。ゲンガーまで進化してこれぐらいらしいですね、お手伝い時間って。実際だからゲンガーはもっと短いかもしれないです。いろんなスキルとか乗っかってきたり、レベル次第では、ピカチュウはレベル10を超えた段階で、まあ、30分台になってくるかな、まあ、10ちょっとピカチュウにもよるかと思うんですけど、このピカチュウはレベル10でお手伝いスピード、お手伝い時間が 7% 短くなるっていうのを持ってるんで、よりまあお手伝い時間短縮になっていると。それから、やんちゃ性格でもお手伝いスピードをが上がってくるので、よりまあお手伝い特化のピカチュウ、これが一番エースですね。で、こちらレベル11のピカチュウ、これも同じくお手伝いスピード S、 お手伝い時間が 7% 短くなる。これ特に厳選、まあまあ一応ピチュウの時に厳選してて、厳選とまで言わないけど、いいピチュウがいたら進化させてっていうことはしたので、役立ってるかなと思います。お手伝いスピード7% で、性格による、特徴なしということで、まあマイナスが何もついてないから、こちらもよく働いてくれるピカチュウ。どれぐらい？あ、それでもまあレベルの差もあるからちょっと言い切れないですけど、 SP695 でこちらが636ですね。この差は性格ですね、多分性格でお手伝いスピードが乗せられているピカチュウであることと、レベルで言うと2ぐらいしか変わらないので、2やとね、 SP で言ったら20も変わらんぐらいかな、だから30ポイント近くはおそらく性格で差が出てるのかなと。そして3体目のピカチュウ、レベル11、これはもう仕方なく入れてる感じかな。あ、ここでお手伝いスピード M が発動するんで、25まで行ったら一挙にこのピカチュウの時代が来るかと思うんですが、11でお手伝い時間44分ですね。だいぶ長い。さっきのピカチュウが36分なので、これはちょっと頑張って、25にしたい。特にね、あの性格が EXP 獲得量ということなんで、経験値がつくから、どんどん育っていただいて、あ、育ってるっていうか、レベルって、ここなんですけど、木の実一つに対して35、経験値取れるんですけど、下の性格のところで経験値アップがついてると25で済むんですよ。確かですけど、この伸び率が25で1個伸びていくんで、木の実じゃないですね、ピカチュウの飴を使うと伸びやすいのがこの経験値アップの性格。25までやってみようかな。まあ飴ないんでどうにもできないんですけどね。で、はめてるガーディ、こちらがレベル11に無理やり乗せてるんですが、まあ、特に、得意なものはスキルなんですけど、
木の実とか食材に関して特化したものはないと、お手伝い時間も1時間10分と長めですね。所持数も8個なんですが、お手伝いサポートが、レベル2になってます。これはここでスキルレベルアップ S がレベル10で発動するガーディだったんですけど、あんまりまあまあ効果あるかな。お手伝いポケモンの誰か1匹のお手伝い時間が5回分完了すると、実際はこれ4回分なんですけど、レベル2になったことで5回になり、そしてこれまたガーディからね、ウィンディに進化すればもう1段階レベルが上がるので、ここの数字大きくなってくるかなと。スキル発生確率 M、これ欲しいですね。どんどんこのお手伝いサポートを発動してほしい。で、こちらも同じく経験値アップついてるので、これ別に厳選したわけではなかったんですけど、たまたま取ったガーディですけど、ちょっとありがたいところかなと思います。これがメインで使ってるチーム編成になります。で、他にも使ってたのが、育成ですね。レベル一緒にいる時間とかかな、確かね。進化させるのに、眠った時間がプリンとの睡眠時間50時間以上になるっていう風になってて、それが欲しいポケモンたちを、まあ眠る時にはめてみたりとかっていう。プリンが強いと言われているんですけど、まだちょっとここ、僕読み切れてないので一旦置いてます。で、食材、をめちゃくちゃ取ってきてくれるマダツボミですね。食材特化のマダツボミ、これがまあ後々欲しいなというところで、一旦置いてます。食材お手伝い確率アップで、食材確率アップということで、とことんまで食材を持ってきてくれるマダツボミですね。このあたりは育てたいなっていうことで置いてると。で、まあ自慢のドードリオです。これは、ドードリオの木の実の時ですね。これはシーヤの実かなの時にめちゃくちゃ活躍する、まあピカチュウと同じぐらい36分で働くし、所持数21、お手伝いスピードアップ強いですよね。このおかげで前回は 上位というかマスター3までいけたかな。で、同じくドードー、こちらも全然あかんわ。これちょっと間違ってはめてる気がします。このドードはそんなに優秀ではないですね。で、ウソハチ。これが、なぜかわかんないですけど、飴がめちゃくちゃあるんです、ウソハチだけ。そんなに見つけた記憶ないんですけど、特別、まあ、リサーチ EX ボーナス、金徳を一発目に持ってるっていうところはあるんですけど、特にね、スキルタイプ、エナジーチャージ、カビゴのエナジーを880倍。これ当たりのエナジーですよね。バッテリーがなくなる。そう、育ててみようかな、どうしようかなというところで今置いてる。これが育成用の5匹ですね。で、食材集め、食材どんどん取ってきてくれるポケモンたちをここにはめてます。それから木の実検証、これは全部レベル10にして木の実のポイントを検証したかったんですが、前々回かな、木の実派極みっていうところで木の実のポイントについてやらせてもらったんですけど、これ全部をレベル10にしたらもう本当に何もなくなってしまうし、多分全部は無理だったかな。なのでここでやめてしまったんですが、まあ、それぞれ違った木の実を持つポケモンたちですね。で、来週からやりたいのがこちらです。最弱っていう枠、ゴクリン。ちょっと何度か紹介させてもらってるんですけど、まあ弱いんですよ、今のところね。お手伝い時間1時間37分、最大所持数8個。で、木の実も食材もあまり取ってこないし、スキル派なんですよね。発動するスキルが夢のかけらゲットなので、特別カビゴンには、影響を与えないということで、このゴクリン、経験値アップはついてるんですけど、メインスキル発生率ダウン。スキルもダウンしていくと、まあ、あまり育たないでほしいなとは思うんですけど、これで、まあ、働かないゴクリン1匹でずっと1週間回したらレベルどれぐらいになるのかっていうのを来週やってみたいなと思っているので、ちょっと投稿本数が減る可能性が高いんですけど、ぜひぜひそちらも見ていただけたらなということで、まあ、今週マスター後ピカチュウたちのおかげでいけたかなと。まあ強いですからね、 SP 特化伸びれたというのもあるんですけど、ちょっと意外でした。
先週の堂取用艦隊の方がいけるかなと思ったんですが、堂取をいっぱい集めた状態でマスター3だったものが、今週はピカチュウ、堂取よりもちょっと劣るんですけど、ピカチュウで、マスター5まで行ったので、これはまあ長く今の島にいるから先週よりもポイントがついてるのかなというのもあるかと思います。こういった編成あんまり参考にならないとは思うんですけど、能力とかね、それからポケモンいろいろ何か使えそうなところがあれば参考にしていただけたらなと思います。ということで、今回はマスター5のチーム編成でした。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。